近鉄ヤト駅は愛知県ヤト市うぐゆ町、西前新田にある近畿日本鉄道名古屋線の駅である。駅番号は E11。近鉄線では愛知県最西,西端の駅である。海抜0メートル地帯にある。退避可能な島式に面4線のホームを持つ京城駅である。改札口は1カ所のみ。出入り口は南北双方に1カ所ずつとなっている。 内側2線が主本線、外側2線が対比線である。特急以外の全一般列車が停車する。日中は急行が毎時3本、準急が毎時2本、普通列車が毎時1本発着している。夕方ら主時には伊勢中川方面へのすべての急行が当駅で準急普通に連絡する。 名古屋線急行の退避可能駅の一つであるが、伊勢中川方面への急行は当駅で、特急列車を退避しない場合、近鉄四日市駅か、潮浜駅まで退避不可となっている。伊勢中川方面への急行は、近鉄名古屋駅を急行の4分の7分後に、発車する特急の退避を行う。名古屋方面への急行は、近鉄蟹江駅と桑名駅でも、 特急退避は可能であるが、両駅とも普通列車の特急、急行退避に使用している。しかし、日中は、塩浜駅や江戸橋駅にて、おつ特急を退避した後に続行して休行が運転されるダイヤであるため、当駅における、急行の特急退避は、ほとんどない。ただし、平日夜間及び、土休日を中心に、当駅にて、 特急対比を行う列車が一部存在する。近鉄カニエ駅管理の有人駅で、ピタパーイコカ対応の自動改札機及び自動生産機が設置されている。定期券、特急券自動発売機にて、特急券及び定期券の購入が可能。1967年の富吉建築開業前は、名古屋方面からの普通列車は原則として、当駅、または、 近畿日本下2駅で折り返していた。その後は1983年まで早朝、深夜に当駅始発、終着列車が存在したが、現在では異常時を除いて運転されることはない。近年における、当駅の1日乗降人員の調査結果は、以下の通り、近鉄や富駅の利用状況の変遷を可表に示す。ありがとうございます。